はるちゃんはいいです。よいしょ。で、ね、今回なんですけども、今週のね、土曜日に、FC 町田ゼルビア戦がね、やってきます。ジュビロ磐田、J1 リーグ第10節ということで、いや、もう、非常に楽しみな試合で、今、現在 FC 町田ゼルビア、J1 リーグ第1位です。もう、バケモンぐらい強いですね。J2 リーグから J1 に昇格して、優勝してね、昇格して、その年、その次の年でもう1位。もう強すぎる得点力とね、守備力、そしてロングスローをね、持ちの、そしてドリブルの上手い選手がいっぱいいて、もう、バケモンぐらい強い相手とね、ジュビロ磐田、戦うということで、まあ、昇格同士の対決ということで、非常に楽しみな試合だと思うんですけど、これに勝つためにはね、徹底的にレビューしていくかなと思いますということで、早速でしても、町田ゼルビアのね、直近のスタメン、こちらです、どうぞということで、こんな感じなんですけど、オリンピックのね、一手で、招集一手で、平川選手と、藤尾選手がいないんですけども、それでもやっぱ強すぎると。もうやばいです。もうめちゃくちゃ強くて。もうやっぱね、それがね、なんで強いかっていうとね、やっぱね、もう個々の力も強いし、チームとしての組織の力も強いですし、黒田監督の手腕もめちゃくちゃいいですし、J1 のね、町田っていう組織力がもう非常にいいですし、やっぱサポーターのね、熱気がもうめちゃくちゃすごい、本当に。まあ、散々言われてますけどね、なんか、時間稼ぎおかしいとかね、やっぱロングスローおかしいとか、もうなんかめちゃくちゃファール多すぎたいろいろ言われてますけど、まあ、それでも、こうやって1位取れるってのは本当にすごいなっていう思ってて、まあ、でもそれでもなんか嫌い嫌いって言ってるし、で、まあ、そういう気持ちももちろんわかりますけども、まあ、そういう期待を背負って岩田対町田絶対勝ちたいって言ったと思うんですけど、まあ、でも平川選手と藤尾選手いない中でもね、FC 東京戦勝ってね、もう本当に強すぎるなって思って、やっぱその、結局やっぱの勝利に向かうね、執念だったり姿勢がもう本当にすごい、町田はもう本気で勝ちに来てるなっていう思ってて、本当にやばい、クソ強いです、今年。本当に優勝もあり得るんじゃない、ダークホースになれるんじゃないって思ってますんですけども、やっぱ警戒選手はやっぱオセフン選手とナサンホ選手のね、ツートップじゃないですか、結局。まあもう強すぎます。オセフン選手はもう清水エスパルスでね、まあいたんですけど、もうめちゃめちゃ強いです、ちなみにもう。バケモンです。今シーズンももうね、3点決めちゃってて、アシストも1ということで。まあ、警告が3枚もらっちゃってるんですよ。まあ、それはどうでもいいですけど、ナサーホン選手もね、今シーズンも1点決めててっていう感じで、まあ、とても、両選手2人ともね、めちゃくちゃ威力の、威圧のある感じで、めちゃくちゃ、もう怖い選手なんでしょう。まあ、それをどうくぐっていくか、どう守備でね、連携していくか、非常に大事だと思うんですけども、まあ、でもね、対する、まあ、岩田もね、全然もう、ジャーメイン両選手という、もう、最強の得点力を持ったね、選手もいるのでね、もう絶対もうバンバン点取ってね、もう 5-0、4-0 でね、ぶち勝ってほしいんですけど、やっぱ希望のスタメンというのをね、ちょっと発表していこうと思います。まあ、ジュビロ磐田のスタメン、こちらでいいと思います。どうぞということで、こんな感じなんですけども、まあ、とりあえずキーパーは川島愛選手で、まあ、これに関しては、まあ、正直、まあ、そろそろね、まあ、三浦選手だったり、坪井選手を見てみたいなっていうふうに思いました。全然ね、長崎戦でもね、坪井選手出て、別にそんな悪くなかったかなっていうふうに思って、あんまり、悪い人はなかったので、めちゃくちゃいいなと思いました。あと、三浦隆一選手が今シーズン1回も見れてないので、まあ、そろそろ見てもね、面白いかなというふうに思いました。全然、川島選手が悪いとはないんですけど、まあ、全然面白いかなというふうに思いました。そして、まあね、4バックでね、まあ、真ん中、グラサと、まあ、森岡って感じで、まあ、これはまあ、通常通りって感じで、まあ、鈴木海斗選手がね、戻ってくればね、鈴木海斗選手がやっぱ面白いんですけど、やっぱ結局ね、もうリカルド・グラサ選手はバヨンです。もうロングボールがもうめちゃくちゃ強いね。もうロングボールからの得点だったり、PK もね、何回かあったりするんでね、めちゃくちゃいいな。絶対強いなって思います。そして、右サイドが西久保俊介選手です。まあ、西久保選手もね、まあ、僕は結構好きですよ。クロスも上手いですし、シュート力もあってね、まあ、ヘディングも上手いんでね。全然ありかなというふうに思います。めちゃくちゃうまいです。そして左サイド、上村。上村はもうなんだかんだバケモンですね。やばすぎます。もう強すぎ。もう川崎戦でも1点決めた時点で、こいつもうバケモンだなと思って、もうめちゃくちゃ強かったです。もう見ててね、めちゃくちゃワクワクする選手なので、ね、もうちょっとどんどん活躍してほしいなと思います。そして、4-2-3-1 の、ね、2の部分なんですよ。そこはまあ藤原と上原力也ということで、まあまあ、福岡戦とね、ちょっと変わってないんですよ。すみません。まあ、藤原選手はもうめちゃくちゃ良かったですね。コーナーキックのクロスの精度もね、だんだん良くなって、パスの精度も良くなってって感じで、めちゃくちゃ上手くなってるかなって。あと、シュート力がね、もうちょっとできれば、あとフリーキックかな、もうちょっと上手くなれば、もう最高の選手になれるかなっていうふうに思ってます。そして、上原選手。まあ、上原選手がね、ちょっと福岡戦も課題ありましたね。縦パスだったりとかが結構不規則なところに飛んじゃったりとか、まああったんですけども、感じ取れない。まあ、連携不足とかありましたね、上原選手と、連携がね、不足してしまって、パスがね、通らなかったりとかして、部分もあったので、まあ、そこは直していければいいかなと思います。そして、4231の3の部分が、まあ、真ん中を平川選手にしたいですね、ちょっと。
平川選手左で使うのも全然面白いんですけど、僕としては真ん中で使ってほしいなっていうふうに思います。多分当時ね、熊本にいた当初もね、あの真ん中で使ってたと思うんですよ。やっぱ真ん中でが多分本職だと思うんでね、あの本人自身も真ん中で別に使ってほしいなっていうふうに思ってます。もうそれが大爆発できるんじゃないかなっていうのを僕は思ってるんですけど、まあどうなんでしょうという感じで。そして、まあ、右サイドがね、松本正也選手なんで、マスターやね、まあ、僕はね、あんま好きじゃない、まあ、あんま好きじゃないって言っちゃ失礼でしたけど、まあでも、あの、もうちょっと仕返ってほしいですね。松本正也選手の町田戦は、どんどん仕返ってほしいです。どんどん仕返って、クロスもどんどん打って、クロスの精度はめちゃくちゃうまいと思うんで、しかもね、福岡戦のジャミンのヘッド、めちゃくちゃうまかったんで、あんな感じで、まあ、クロスの精度もめちゃくちゃいいので、あの、もっともっと仕掛けて仕掛けて、もうバックパスするんじゃなくて、もう前に前に推進力をして、クロス上げて、ジャミン・リョウ選手のね、ドンピシェット。も見たいです。そして、まあ、左サイド。まあ、藤川小太郎選手です。まあ、藤川選手はもう左におります。まあ、なんで藤川選手が逆ですね。一回藤川選手左で見てみたいなというふうに思ってます。藤川選手もね、もっともっと仕掛けてほしいですね。前に、中に仕掛けてシュートだったり、あの、もっと積極的にやってほしいなというふうに。そして、ワントップ、ジャーミン・リョウ選手です。もう、これはもう、最強の得点源ということで、もう頑張ってほしいです。もう、全力で。まあ、福岡戦とね、あんま変わってないんですけど、まあ、結局、あれはね、ちょっと開けた要因としては、やっぱあの連携不足もありますし、最後までちょっと走りきれなかったっていうか、守りきれなかったんで、もっともっと、味方、まあ、11人全員がね、もっと走ってね、声かけていけば、多分あの2失点はなく、たぶん勝利で終われたと思うんですけどね、もうちょっと、全員がね、走って、もう全力で頑張ってほしいなっていう、もうそれしかないんですよ、もうそれしか言うことがないで、頑張ってほしい。まあ、ベンチ組からしたらね、まあ、松原選手だったり、最近復活してる、まあ、とても良かったですね。だったり、ブルノ・ジュリオ選手もめちゃくちゃ良くて、古川選手はね、もっとね、仕掛けてほしいですね。いや、ジュビロに、ね、仕掛ける選手がいないんですよ、本当に。福岡でね、岩崎優斗選手だったりとかね。まあ、それこそ町田だったら、平川選手だったり、まあ、仕掛ける選手が非常に欲しいので、もっともっとドリブルの回数を増やして、パスの精度だったりね、クロスの精度も良くしていければいいなっていうふうに思ってます。そして、マテスペショット選手はね、ちょっと福岡戦あんまり機能していなかったのでね、もっともっと身長高いのでね、ヘディングを武器にしてね、コーナーキックだったりクロスからの得点をね、ぜひ見てみたいなっていうふうに思ってます。まあ、あとはね、レオ・ゴメス選手ですかね。まあ、レオ・ゴメス選手のパスミスはちょっと正直、非常に残念でしたね。まあでも、そもそもね、パスコースを、作れなかった岩田の選手もちょっと悪かったんですけども、まあちょっとパスは非常に残念だったんですけども、まあ、それで払拭してちょっと頑張ってほしいなと思います。ちょっと神戸戦で2回目だったんでね、あれまあ非常に悔しかったんですけど、まあまあまあ、でも、ここから改善して、ちょっと、頑張ってほしいなというふうに。そして、あと、金子翔太だったり、石田正俊選手はね、全然出しても面白いかなというふうに思ってます。メンバーがね、今結構固定されてるんで、まあ全然それはいいんですけど、ちょっとね、試しの部分とかでも、試しって言ったらあれかもしれないですけど、石田正俊選手だったり、金子翔太選手だったりも、ちょっと出てほしいなというふうに思いました。でも、金子翔太選手もね、ちょっと長崎戦で、決定力がね、非常にちょっと良くなかったかなというふうに思ってます、マジで。もうちょっと決定力がね、増やして、いけば町田戦もね、勝てるかなと思います。まあ、町田はね、ちょっともう1点とか決めて、2点とか決めたら、もう後半の最後ら辺はもうずっと時間稼ぎとかで守ったりするので、まあ、そうするためにもやっぱ先制点がね、非常に大事だと思ってます。まあね、岩田もね、今シーズン先制すれば多分負けがまだ1回もないんですよね、多分。なんで、もう絶対先制で。そして、1点取ったら、守りきるんじゃなくて、2点目、3点目取りに行って、どん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 ね、攻撃していけるのがいいのかと思います。まあ、攻撃がね、最大の守備とも言いますんでね、全力で最後まで走り切って、町田の勝利、町田戦の勝利を祈っています。もう僕もね、試合見に行きますんで、もう絶対勝って、上昇気流に乗っていくから。そして町田はね、ちょっともう1位じゃなくて、もう、どんどん下に落としてやりたいですね。本当に。まあ、あんまりそういうのちょっと失礼かもしれないですけど、結構町田のことが嫌いな人たちも多いので、もう絶対勝って、なんかいろんなものを背負ってる感じがありますけど、まあでもそんなことないから。それはもう絶対勝って町田戦。そして続いてマリノス戦なんでね、しかもその次。もうやばい、強敵同士の、強敵連続の対決なんですけど、もう絶対勝って、もうどん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 上に目指してね、J2 合格なんでもう絶対ダメです。もう10位、9位、8位、なんなら1位目指してね、全力で頑張ってほしいなという思います。ということで、今回の動画少し面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。そして、やっぱね、町田戦なんかこの選手楽しみとか、この選手出てほしいとかね、もしありましたらコメント欄でぜひ教えてほしいなというふうに思ってます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、次回の町田戦のスコア予想はですね、3対1で岩田の勝利です。2点、ジャミン・リョウ選手で、1点がやっぱ古川選手、ドリブルからの得点期待します。そして、まあ、1点決められるんですけど、オセフン選手です。おめでとうございます。1点ターン決められます。2-0 で勝ってて、後半1点決められて、最後ら辺に1点、
古川選手が決めるって感じで予想したいと思います。頑張りましょう、絶対勝ちましょう、待ちません。